はい、どうも、オリムクでーす。本日からまた新実況を始めていきたいと思います。ゲームはですね、こちらの、Emily Wants to Play 2! というゲームになります。僕が前回実況した Emily Wants to Play というゲームの続編ですね。はい、次回作にあたります。でね、ゲームの機種が、パソコンなんですよ。前作のエミリー・ウォッツ2プレイはね、まあ、元はパソコンだったんだけど、あれが PS4 版にね、移植して、まあ、PS4 でできたんですけど、この2続編はね、まだ、他の家庭版とかに移植されてないみたいなんで、今はね、パソコンで、実況しております。ということでね、早速始めていきましょうか。このなんかね、始めたらなんかいきなりなんかこのなんか、部屋にいんだよね、画面っていうか、なんだろう、オープニング画面とかなくて、メイン画面っていうのかな、なくて、まあなんか、非常になんか困惑してるんですけど、まあ、とりあえず見ていきましょう。やっていきましょう。パソコンのコントローラーなんでね、ちょっとね、全然わかんないですよね、操作方法が。まあ、言うて、まあ、元はパソコンゲーですけどね。クワイエット。じゃ、クイット。これは、やめるってか、ゲーム終了かな。ニューゲームやると多分、ゲーム始まるんでしょうね。R1 で、手のアイコンが出てきますね。で、これで、まあ、物を取ったり、調べたらできるんでしょう。はいはい。この部屋が暗いのがね、暗くなるのが怖い、ほんまに。怖いですね。うん。エミリーモツープレイはほんまに、まあ、ホラーゲームなんで、このゲームね。うん。心臓に悪いんですよ、このゲーム。とにかく心臓に悪い。どういう系のホラーゲームかっていうとね、ひたすらに心臓に悪い系のホラーゲームですね。お、なんか、FPS って書いたらね、カーレント FPS、現在の FPS の値は、めちゃめちゃ変動してるけど、まあ、おおむね60といったところでしょう。で、カレントリゾリューション、解像度かな ?1920、1080、まあ結構いい解像度なんじゃないでしょうかね。セッティング、あ、これジレンダすげえ、まあ、これ特にいじんなくていいんじゃないかな。フルスクリーン、イエス。ルックセンシティビリティ。インバート X。どうやらね、これ言語が。え？待って、今椅子に誰か座ってたぞ。今左下のこの椅子になんか誰か座ってたんですけど、ビビったわ、今。言語はね、日本語には対応しないっぽいね、どうやら。うん。日本語版ないのかな。まあいいや。セーブセッティング。これいきなり恐怖演習起こりそうで、マジ怖えな。あれ？暗くなった。大丈夫かよ、おい！ああ！テレビが暗、ああ、ついた。怖いって、やめて、マジで。心臓悪いって、これ今、割と大画面でやってるんだけど、マジで怖え。セーブセッティングって何っすか？セーブセ、え？ああ、あれだ。設定を保存するってことやね。はい。6AM。まあ、これはおそらくステージやろ。うん、多分ね。チェックポイント、あ、チェックポイントだね。うんうんうん。チェックポイント制なんだよね、このゲームね。まあ、オートセーブなんだよね、基本的には。ライトマウス、オア、R1 ボタン、トゥ、チューズ。はいはい。いやー、怖いなー。怖いなー。あー、なんか言うって、お前誰だよ。いやー、怖いな、誰だよ、お前。こっち向くな、いきなり。やめろよ、マジで。それはなしで、いきなりこっち向くのはなしよ、ほんまに。ははは。やり方見して。スプリント、ダッシュかな？R3 ボタン。いやー、R3 ボタンってどれだ？わかんねえ。ちょっと待って、わからん。え？ R3 ボタンってなんだよ。いや、わかんねえ。ふざけんなよ。俺のコントローラーに R3 ボタンなんてねえぞ。ちょっと待って、待って。どうやって走るんだろう。でも R3 ボタンって普通あれだよね。プレイステーションのコントローラーで言うなら押し込みだよね。右のスティックを。ん？これか？これ走ってる？よくわからんな。走ってんのかな、これ。いや、走ってねえだろ、どう見ても。ん？あ、これか？ R2 じゃね？これかな？あ、これっぽいな。R2 かな？ダッシュ。まあいいや。で、ズームが L3。これかな？はいはい。ユーズ、グラブ。これが、多分 R1 かな。RB。このさ、もう紛らわしいや、これ。RB とかさ、R3 とかもさ、この、
パソコンのゲームってマウスでやるパターンとキーボードでやるパターンとあと PC 用のコントローラーでやるパターンがあるじゃないですか。もう僕 PC 用のコントローラー使ってるんですけど、もうなんかキーコンフィグっていうのかな、設定がマジだるいんですよね。最初分かりづらいプレイステーションとかね、家庭版のゲームと違って、フラッシュライト、懐中電灯、今持ってないな。まあそのうち分かるかな。ポーズ ESC、 ESC、 はいはいはい、まあいいや、とりあえず始めたら分かるやろきっと。インテラクト、これは、あ、懐中電灯あんじゃん、おゲットした。これで、あーはいはいはい、これね、はいはいはい。このなんか人形なんか前作で出てくるのあったっけ、なんかダッシュするやついなかった。あ、なんか拾った。ビギンスピードラン、ん、これトレーニングモードとかあんのかな。お、なんか取った、何これ、え、これどうやって見んの。シークレットオンブックス、裏側は見えない、これ読めんの、読め、やりづれやりづれ、なんだこれ、クッソやりづれマジやりづらい。ファステストラン、このモニターがなんか怖くない、こうモニ、いや待って待って、今モニターになんか今だ、なんか映ってたぞ今、後ろになんかこっち見てたよね、なんかの人形が。俺は見逃さなかったよ。あの前作のキキちゃんっていうクッソ怖え人形、ほらいるじゃん、誰だよ、ほら下下下下下、キキいる、いや、キキいた。俺の一番、え？トラウマ、みんなのトラウマ、キキちゃんいたよ、今。いや、キキちゃんっていう、なんか、完全に、心臓、飛び出させるためだけに生まれた人形がいるんやけど。怖いよ、やめてよ、キキちゃん。あ、なんか止まってんや、あれ、フリーズしてんや。電気がついてるから。まあ、さすがにこの、場面では恐怖演出は起きないようだな。ファステストラン、ビギニングスピードラン、何これ。あ、始まった、なんだよこれ、なんか始まったんやけど。なんだよこれ、なんか普通のモードじゃないな、これ。ファステストラン、なんだ、いや、なんかやばそう、このモード。ちょっと待って。なんか嫌な予感するから、ちょっと戻るわ。一回戻りますね。いや、なんかこのファステストランってなんかさ、敵のスピードがめっちゃ速くなるモードとかだったら嫌じゃん。絶望でしょ、それ。まあいいや、とりあえず始めましょうかね。とりあえず。ファーストストラン。いや、マジでこのゲーム超緊張するんですよ、ほんまに。マジで緊張する。もう、冷や汗ザラザラ。激ムズなんですよ、このゲーム。まあ詳しくは、前作の僕のプレイ動画を見てもらえればわかると思うんですけど。うん、ボリュームはそんなないんだけどね、ひたすらクソムズい、激ムズなんですよね。まあいいや、じゃあ始めましょうか、とりあえず。いや、もうやる前からもう心臓ドクンドクン、トラウマが俺の中でさ、覚えてるから。じゃあ始めます。ニューゲームスタート。もちろんね、初見実況です。だから何すればいいか全くわからん。しかも英語だからさ、こう読めないとさ、やばいよね。That was a crazy party. I'm exhausted. これいきなり敵出てくるのなしよ。エミオンスープレイの時は時間経過でもいきなり敵出てきたからな、あれマジ。I'm so sleepy! I'm so sleepy! なんだこの気色悪い。ああ、もう悪趣味な。絵画は。怖え！いや、怖え何も出てきてないけど怖い、すでに。怖いオブ怖い。なんか変な音鳴ってんもん、すでに。いや、でも時間経過でなんか出てくんだよね、このゲーム。やべえよ、これ時間がね、重要になるんですよ、このゲーム。時間を乗り切れば、生き残るっていう、サバイバルゲームなんですよね。生き残りをかけたゲームなんで、何か目的を達成するというよりは、ひたすら耐え忍ぶゲームなんだよね。まあ、今作がどうかわかんないけど、少なくとも前作はひたすらデスマッチをみたいなのね、生き残るっていう、そんなゲームでしたね。いや、怖えよ、やだよ、なんだよ、これ。ふざけんなよ、これ、影なんだよ、影。影が怖い。自分の影がすでに怖い。赤字で出たんじゃん。しゃがめ、赤字で出ねえ。あ、機関や、これ。怖えよ、やだよ、熱いったテレビ。ああ、
怖え、マジで怖え、マジで怖え。いや、これ、思った以上にガチで怖いわ。ちょっと舐めてた、俺。舐めてたわ。あの、前作クリアしたから余裕だわと思ったけど、やっぱ怖いよ久しぶりやと怖い。二度とね、あの、もう一回クリア、プレイしたくない、そんなゲーム。このゲームは。このゲームシリーズは。怖えよなんだよ、この絵画怖えよ、ふざけんなよ怖え、ちょっと待って。いや、いや。いや、怖い、怖い、怖い。怖。I'm so tired. I don't feel like washing the dishes. 俺は疲れたから、皿なんか洗わないでだって。怖え怖いよ怖いよ、嫌だやだ怖え、懐中電灯どこだ、助けて。 I need to go upstairs to bed。私は上の階のベッドに行く必要がある。今ベッド目指してるらしいですね。はいはいはい。いや暗いの怖いわ、やだ。人形来んなよ。泣くで俺これ。いや来そうだ、ま、来そう。怖い。暗いもん。いやなんか変な音聞こえない？大丈夫かな？怖え。怖え。怖え呼ぶ声。懐中電灯頼む。ちょ、懐中電灯どこよ、懐中電灯どこやね。ホワイトボードあるな。多分このホワイトボードに、後々多分、メッセージが浮かび上がってくるだろうね、きっとね。暗いやん、こっち。え、ちょ、いけるこれ。いや、無理だろ、これ。暗すぎ、うちとしや。ちょっと待って。懐中電灯どこよ、懐中電灯。上の階のベッドでしょ。いや、怖いって、この、絵画。やめろや、こっち見んな。ベッドどこや。いや、なんか変な音聞こえんだけど、さっきの。足音、自分の、これ。怖え。やっべ、味、超怖え。I have more to do。 いや、なんだよ、これ、ふざけんなよ。怖すぎだろ。ふざけんなよ。どこだよ、懐中電灯。あ、持ってんのか、それと、もしかして。いや、持ってねえよ。怖え、やめてー、ああ、怖い、怖え、ああ、なんか、時折バグるんすよね。いや、なんだよ、この音、変な音。時折、なんかバグるんすよ、マジで。怖え、なんかピザあるし。ピザ食べる。怖っ。いや、怖え、マジで、これ。バリ怖いわ、これ。やべやべやべ。いや、こんな怖いゲーム久しぶりやる。久しぶり。Too sleepy! Going to bed! だから勝手に移動した。なんだよ。暗いって。え？どうし、あ？ストーリー始まった？ 3 時。なんだよー、やべ、始まった。That alarm clock is so annoying. うるさい。だって、アラームが。懐中電灯、懐中電灯、まあ、ラーも止めればいいやろ、これ、とりあえず。よし、止めたぜ。いや、来るって、これ絶対来る、始まるもん。I need shower before I go to work。仕事で出かける前に、シャワーを浴びに行く必要があると。懐中電灯頼む。懐中電灯ないと積むんですよ、このゲーム、マジで。懐中電灯あればね、幾分か楽になるけど、懐中電灯だと、ま、マジ積む。で、懐中電灯ね、最初から持ってないんですよね。で、どっかにあるんだけど、それをね、的確に入手しないと積むんだよね。いきなり積む。前作マジで、もう最初の敵が一番怖かったからな。キキちゃんっていう。いや、もう敵来そうなんだけど、マジで、もうすでに。は、いや、わかんない、わかんない。いやー、なんかもう、あーなんかいるじゃん、こん中。なんだよ、なんだいるじゃん、キモい人形いるやん、これ。ふざけんなよ、おい。なんだよ、これ。あ、いやー、うるせえ。どこだよ、懐中電灯。暗いって、これ、いけねえだろ、これ。いけんわ、これ。ふわ There is my flashlight。あ、やった、手に入れた。おっしゃ、来た。これで僕は戦える。
いや、何の音だよ。あ、音が多分重要なんだろうな、これ。多分人形が近づいてきたら、多分缶を踏んで、その音で分かるんよ、きっと。怖っ。ふざけんなよ、これ怖すぎやろ。怖い。いや、来そうだな、人形。チューズ、ワイズリー、オア、フェイル。怖っ。いや、怖すぎだろ、これ。ふざけんなよ、マジで。いや、怖いでしょ、これ、どう見ても。いや、音不気味。あー、出たー。ドナルド・ザクドナルド、ドド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 ナルド、ドナドナドナルド、心臓悪いんだよこいつら、マジもうやだー。電気電気、よしよしよし、ついたつ。いや、ドナルド怖えー。いやー、なんかいるよー。消えたー。なんかでかい人形いた。浮世絵ジャパニーズ絵画。ノートパソコンつけ、つかない。不気味すぎー、散らかりすぎー、片付けて。ストーリーとかね、あらすじとかも全然わかんないからね。どういう状況なのかわかんない。怖っ。音が怖い、これ。おっしゃー、これを。え、なんか変な音聞こえない？え、今変な音聞こえなかった？いや、怖っ。え、変な音聞こえない？え？気のせいかな？なんか、不気味な声が聞こえてるの。いや、この日本刀、携えていこうぜ。で、なんか敵が襲ってきたらこれで戦えばいいやん。怖えー！やだー！ I need a shower before I go to work.いや、今作もいんのこいつ、このピエロ。いや、こっち向くだよ、こっち向くだ、いきなり。向いたんすよ、前作。いきなりね。人形の前通ったら。いやー、もうやだー。怖いー。やめてー。タイムイズキー読めない。どうやって読むのこれ。中開けない。これ開き方わからんかな。どうやって開くんだよ、これ。え？開けないよこれマジで。おい！なんで暗くなった今。こわ。こ。つけつけつけ！おいおい。いやいや、つかないつかないつけ。あ、うんうんうん。つかないつかないつかない。え？今なんか聞こえたよね、ピエロの。泣き声、笑い声。また、いなくなってるー、いなくなってるー。やべえ、行きたくねえ。だから行くしかない。シャワールームどこやねん、マジで。え、今なんかさ、いや、なんの、なん、な、え、な、なんか、声が聞こえる。なんか、ランランルーみたいな声聞こえるんだけど。誰？え？だ、誰？ランランルーみたいな聞こえたんだけど。え？ Let's have in！ 彼女をインさせろ。誰だ、彼女って。なんで、いや、来そうだな、これ。ちょっと、明かりつけてくれ。これなんか人形によってね、人形が襲ってくんだけど、人形がね、電気を消すんだよね、勝手に。怖え！いや、なんだ、これ変なムーブすんな、いきなり。ビビりやろ。これ何、バグ？なんか踏んづけるとなんか変なムーブすんだよね。Why would I leave? こっち？暗いってお前。どこだよ、シャワールーム。もう出るわ。じゃあな。帰るわ。家だけど。出れない。キーカードリクワイアード。怖っ。
怖っ怖っ怖っ、これ見よがしに時計がいっぱいあるっていうね。シャワールームどこやねんマジで。なんか時間経過でうんにゃら感じになってよりは何かしないといけないのかな、よくわかんないね。シャワールームどこよ、怖えー、こうレッドハーインってのがマジ不気味、マジ不気味。え、これ実はもうさ人形来てんじゃねえの、もしかしてうろついてんじゃねえのそこらへん。あ、シャッタリングオフザエレクトリシティスキャオファ、ブレーカーかこれ。まあいいや、シャワールーム残すか、戻ればいいかな。ちょっと上がるわ一旦。いや、不気味な声がします。不気味な声がします。シャワールームどこですか？おぉ、電気消えんじゃねえよこれ。やったやばい、音鳴ってる。心臓悪すぎだろ、お前ふざけんな、マジで。心臓悪すぎやろ。何今、見た？見た今。これ心臓殺しに来とるやろ、このゲーム。やばいでしょ、これマジで。もう一回行くわ。とりあえずスルーする。なんか来そうだけど、とりあえずスルーする。ちゃんちゃん、ちゃちゃちゃん、ちゃちゃちゃんちゃん。いや、怖いってー！ The water is kinder gross, but I'm using a lot of soap. いや、怖いよ、この BGM! 見えない何も。何してんの、これ。大丈夫よ、これ。いきなり襲ってくんだよ、マジで。大丈夫か？てか、さっきなんで襲われたの、いきなり。Now, where did I put my car keys? 車の鍵はどこ？え、さっきなんでさ、いきなり死んだ？それだけマジで教えたいんだけど。うるせえ、止まれ、ボケ。オルゴールか。Secrets on books。なんじゃおや。怖え！怖っ！車の鍵どこ？車の鍵どこメンス？怖っ！あー、怖え！なんだこのに、ええわ。I think I am clean enough. いや、汚ねえよ、風呂！入浴剤入れてもこんな色にはなんねえだろ。なんだこの沼に入ったんか、こいつ。怖えー怖えー、いや、さっきマジなんで死んだ？あんじゃ、車の鍵。やったー！There is my car keys! やったぜ！で、次は？ I should wash the dishes before I go. なるほどね。仕事に行く前に。まあ、車に乗ってこの主人公は仕事に行くらしい。で、その前に、まず、皿を洗いに行くと。皿は下の階に。ありましたね。じゃあ、洗いに行きましょうか、とりあえず。いや、ここ行くとなんか変な声聞くの、マジ怖え！怖え、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 怖え。Let her in！ 彼女を中にいさせ、入れさせ。怖え！皿を洗うんご。おっしゃ、OK？ なんか前作と微妙になんか違うっぽいね。システムというか、まあストーリーというか。前作はただひたすら、あ ?These dishes are a nightmare.ナイトメア。前作はひたすら人形の猛攻をしのぐっていうゲームですけど、今作はよくわかんない。なんか、やることがあるみたいですね。それを片付ければいいのか？次は何をするわ？ OK! I can rape for
Work now. OK, 私は仕事に行ける。ということで、まあ、出ればいいのかな家を。いや、変な音聞こえるランランルーって聞こえる、さっきから。出口こっち出口こっちやばい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 絶対なんか来る。やべえ、声聞こえんじゃん、ほらほら。ふざけんなよ。ふざけんなよ。おい、なんかいるぞなんかいる、俺の嫌いなやついる俺の嫌いな人形がいるよ。OK, I can leap for work now. あいつやで、やだやだやだ、もうキキは嫌いや。キキは嫌いじゃ。帰る。じゃあな。この怖い家からは、わしは帰るんじゃ。え、なんか今、外いなかった？キカヤド、リクワイヤード。出れない。出れないんごらん。え？ちゅー、つけよ、部屋。暗くなってんじゃねえぞ、こら。なんで暗くなった？何をすればいいんですか？教えてください。Must be that damn Flexbox again. Better fix it before I leave. ないもう一回教えて。早いよ、消えんの、字幕。何をすれば？出かける前に何かするって言ってたね。暗いって、これ。ふざけんじゃねえぞ、おい。ま、怖すぎやろ、これ。もうすぐにいるぞ、おい。フューズボックスがうんちゃらかんちゃって書いてあったよな。怖いが何もんでもねえ。で、電気つかない！え？え？で、あ、電気つかないの？もしかしてブレーカー落ちたから？それ落ち？レッターイン。レッターインがまじ不気味すぎる。つけ！さあ、どうや？治ったかな？ OK, I can leap for work now. よっしゃ、行くぜ！よっしゃー！帰るぜ！このくっそこえ！くっそこえ！くっそこえ！いや、ここ暗いってだから。ここの電気は？まあ、いや、行っちゃえ！帰る！俺、こんな怖いとこ帰る。あれ？キーカードないって！えへへ。何すりゃいいの？なんだよ、これ。フュージボックス。わけがわからん。え？なんか、さっきはなんかすぐブレーカー落ちちゃうよね。わあ、来た！むずすぎ笑った。むずすぎ笑った。いや、むずすぎ笑ったってか、何したらいいかわかんねえ。俺のライフポイントゼロになったんで俺のライフポイントゼロになったんで、今日はここまでにしたいと思います。何もしてねえ。いや、これマジね、これ、いや、多分見てる人も多分ね、怖いと思うんだけど、これやってるとね、マジでこれやべえ、マジで。これ心臓持たんよ、これ。神経がガチですり減る、ほんまに。これガチで、びっくりゲーに特化したホラーゲームなんで、これとにかくね、いつね、びっくり演出起こるかって、もうマジでもうずっとね、なんか張り詰めるというかさ、緊張感がさ、だからもうマジでこれね、マジでこれ汗かくよ、このゲーム。やべえよ、これ。攻略法さえ分かればね、まだね、多分なんとかなると思うんだけど、攻略法も何も分かってない状態だと、常にこの、
びっくり演出と戦わないといけないからね、疲れますということで今日はもう僕のライフポイントがゼロになったんで、ここまでにしたいと思います。という感じでご視聴ありがとうございました。